はい、始まりました。今日はね、いいよ、やってていいよ。沢村さん、ちょっと今日は突然レッスンということでよろしくお願いします。沢村さん、じゃあよろしくよろしくお願いします。どうですか、アプローチ。そうですね、ちょっとなんかトップしたりとかダフリとかダフリがやっぱ多いですね。ですちゃんとこう綺麗にこう、なんかフェースに乗るような感じにはならないってないような感じですね。はい、じゃあそこら辺をじゃあちょっと今日はやってみよう。はい、それでまず打ってみてください。はい、ちょっと小さいアプローチを小さいの打ってみるか。こういう感じで、あのこう超難しい。そうそうそう、オッケーオッケー。何回も打ってみて。今みたいにちょっとサクッとダフる時あるっていうことにはなるよね。そうそうそう、それだからやっぱりこのちょっと遅れる感じ、手が遅れてこう入ってくる状態が出てくるから、まず大事になってくるのは緩みをなくさなきゃダメね。緩みね、だから割とこう肘でちゃんと肘の重さをちゃんと感じれるようにしたいんで、こうならないでほしいの。ちょっとシャフトとこう腕がこう一直線になるようなイメージ。あ、そうだね、このぐらいの感じ。どうしてもこうだんだんこういう感じになっちゃうんだよね。はい、少しこういう状態で肘少し曲げるか曲げないか。そう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 、ちょっと重さをちゃんと感じるような状態ね。でもう一つはあのね、ちょっと右手のグリップがアプローチの時にちょっと下から握りすぎなのね。もうちょっとそうそう上からこう包むように、そうそうそう、ここをちゃんと包むように握って、そう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 、これで重さ感じるから。そうして包むように、そう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 。でちょっとやっぱスタートでこうなりすぎるから、これこうやってレッスンでフルショットの時にこうちょっと遅らせるっていうのがあるんだけど、ちょっとやりすぎるからこう、そうするとこういう感じ、こうなるべくこう同調するように、こう同調するように、こう一緒にこういう感じがちょっと強いかなっていうのが、そう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 。だからまず一つ目は TRT 2本ぐらい、左はここの3本ここに、で右でここ、でこういう感じで、ある程度緩まないでほしいんだよね。こういうここ握って、これで同調するように体の感じでちょっとやってみたら、ここにして、そうで右を握って、はい、まあこのぐらいでいい。ここ、これ気づくない？うん。そして、今回、どうしてもこういう感じで出るわけ。同調だから一緒にこう、ちょっとだけ体が遅れるけど、絶対にこれがずれちゃダメ。そう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 。あ、いいね。そう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 。これでチップショットうまくいくから。あ、そう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 。そう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 。そう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 。あ、いいね。で、これで、こういうのがあるわけ。これで、こっちだね。で、これで構えると、結構、あの、こういう感じね。どこで振ってるかが分かるから、ちょっとやってみようか。で、ちょっとやってみて。こっちの
ラボっぽい、うん、全然違う、うん、だからそれを何回もこうチェックしていくっていうか、ここちゃんと同調させて一緒にこう、そう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 、少し手前から入ってもいいから、そう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 、 OK、 ちょっとボールいってみるよ、出して、そう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 の感じと左の3をで同調させて OK、 こんな感じどう、感じ、いや、イメージだいぶ変わります、これでいくとだいぶ変わってくるでしょ、はい、でまずちょっと最後仕上げにこっち側で打ってみて、はい、同調させる感じ、そう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 、もう一回、おお、そうそうそう、オッケー、感じ違うでしょ、違います、うん、はい、ここの感じとここの3本しっかりとこうなりすぎないようにして、で、あとダフリの、ダフリかダフリじゃないかはこうやって自分でこう線引いたりなんかして、まあ線なんか引けないけど、なんとなくここをこうこうやって擦るように、ね、したりとかしながら、いいところに、ただもうさっきだとかなり手前から入ってでしょ、はい、それも結局あの右手のグリップがこうやって下から握りすぎるとこう下から入ってダフったりするから、これが少しショートゲームの場合は沢村さん少し上から少し握ってあげてヘッドの重みを感じるといいかなと、はい、ちょっとこれで練習したいと思います。ちょっとこれでアプローチやってみてください。はい、じゃあたまに出ますので、よろしく、ありがとうございました。ありがとうございました。動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。 YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。